アロハ YouTube。 愛知県で G クラス専門店マルゲンの店長をやっている G クラス YouTuber のりょじっちゃんです。はい、りょじっチャンネルではですね、G クラスの情報を日々配信しております。今 G クラスに乗られている方や、これから G クラスに乗ろうと購入を検討されている方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、で、あとですね、今日のりょじチャンネル、ご覧いただいた方はぜひ、高評価ボタン、低評価ボタン、どちらでもいいので押していただけたらと思います。高評価だと本当に嬉しいという、嬉しい限りという、そういう気持ちになりますし、低評価でもですね、もっといい内容にして喜んでもらえるようにしようという、そういう励みに、なりますので、ぜひ感じた方にチェックしていただければと思います。はい、今日の動画なんですけれども、1月13日の日にですね、りょじチャンネルで、動画配信したG クラスの飛び石対策っていうことで、プロテクションフィルムのお話を、させてもらったんですけれども、今日ですね、その動画見ていただいた方がですね、ご来店いただいて、ぜひプロテクションフィルム貼ってくださいということで、受けたまわりました。はい。で、その方からですね、ご質問、いただいたことがあってですね、その動画でまだ説明不足だったなっていうふうにちょっと思いましたので、今日ですね、またちょっと追加で、ご説明も兼ねて、お話ししていこうと思いますので、早速行ってみましょう。はい、ではですね、プロテクションフィルムのことを、ちょっとおさらいを兼ねてですね、ちょっとお話ししていくと、G クラスっていう車が、飛び石を食らいやすい、フロントガラスの形状になってますので、その飛び石食らってですね、フロントガラス、割れちゃって、もし交換した場合が大体、30万円近く、費用がかかってしまうのに対して、そのプロテクションフィルムっていうフィルムを貼ってあげること、貼ってあげると、そのフィルムの施工は大体、3分の1程度っていうことで、当社の場合だと、フィルム施工と、そのフィルムに専用の撥水コーティングまで、作業をして、それで大体9万円になんですけれども、3分の1ぐらいの費用で、そのプロテクションフィルムっていうのを貼れるという、そういうお話をさせてもらいました。で、そのプロテクションフィルムですね、メリットデメリットあるんですけど、メリットは、ガラス割れないくしてくれるっていう、そういうものです。で、デメリットもやっぱりあって、フィルムなんでガラスと違って柔らかい素材なので、ガラス、フィルムに傷が入りやすいっていう、そういう、デメリットも確かにあるんですけど、一応ですね、今日そのお客様がご質問いただいたことなんですけれども、まずそのフィルムっていうのは、どれぐらいの頻度で、貼り替えるものかっていう、そういうご質問いただきました。で、一応その、回答としてはですね、一回貼ってしまえば基本的には貼り替える必要は、ありません。はい、ただやっぱりその先ほども、お話ししたんですけど、どうしてもワイパー動かした時とかに、絶対そこに、砂ぼこりとか、そういったものが入ってるので、フィルムに傷が入ってしまう。で、その傷がですね、だいぶ増えてきてしまって、傷が入ると視界も見にくくなってきてしまうので、もし貼り替えるとすると、ちょっと最近傷が気になるな、ちょっと見にくくなってきたなって気になれば貼り替えてあげれば、大丈夫なので、基本的には貼り替えの必要は、ないという、そういうことになります。はい。で、あ
ともう一つ、そのフィルムですね、どのメーカーのものを使ってるのっていう、そういうご質問をいただいたんですけれども、一応当社で扱ってるそのプロテクションフィルムは、クリアプレックスっていう、そういうメーカーのものを使ってます。まあもちろん、車検対応ですし、問題はないので、ご安心いただければと思います。はい。でやっぱりですね、その今日ご来店いただいた方もですね、高速道路にやっぱり頻繁に乗る機会が多いっていうことで、まあそれだったらぜひ車もまだ新型の G350D でしたし、高速道路に乗る頻度が多いっていうことでしたので、まあ、それだったら間違いなく貼ってあげた方のがいいですよっていう、そういう、お話もさせていただきました。はい。ガラス以外にもですね、まあ、ボンネットだったり、まあ、ドアミラーだったりとかですね、ボディにも、貼ることができますので、まあ、飛び石防止ですねになりますんで、まあ、もしですね、気になった方がいらっしゃれば、またコメント欄からご質問いただいても大丈夫ですし、直接 SNS とかからですね DM いただければ個別で回答させていただきますので、何か気になった方はぜひ問い合わせしてみてください。はい。今日はですね、まあ旅実チャンネル見ていただいた方がですね、まあ、実際に、ご来店いただいたということで、本当に僕自身もですね、すごい嬉しい一日と、なりました。はい。まあ、これからもですね、まあ皆さんが、快適に G クラス乗ってもらえるような情報だったりとか、もっともっとですね、自分の G クラス好きに、なってもらえるような、そんな情報をですね、これからも YouTube で、流していきたいと思いますので、これからも頑張ってやっていきます。はい。ということで、今日の動画は、以上です。今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。